奈良鈴木チャンネル、まあ、こんにちは。奈良鈴木チャンネルのやすこです。よろしくお願いします。今回は皆様お待ちかね、新型スペーシアと新型スペーシアカスタムが登場しました。イエーイ。この動画は新型スペーシアについて詳しく紹介していきます。それでは行ってみよう。ではデザインを見ていきましょう。フロントマスクは仙台スペーシアと大きく変わっていないです。仙台スペーシアの良さを残したデザインとなってます。シンプルなデザインですが、メッキで質感も高く、この辺の凹凸感もメリハリもあります。ヘッドランプは LED です。サイドを見てみると、このようにラインが何個か入っています。これが今回の新型スペーシアの大きな特徴です。これはコンテナ、スーツケースのような凹凸が表現されていて、たくさん荷物を乗せてガンガン使ってほしいという思いが表現されています。車の後方のこの部分に切り替えるようなステッカーがついていて、これがアクセントになっていて、めっちゃおしゃれです。リアはこんな感じです。後ろから見てもツートンカラーがくっきりはっきり見えるのでいいですね。スペーシアのこのエンブレムがメッキをくり抜いたようなデザインになっていて、こだわっててとってもおしゃれです。では続いて全席のインテリアを見ていきましょう。ドアの内側がこんな感じになっていて、明るいベージュ、そしてダークブラウンの2色コーデになっています。とっても温かみのある感じに仕上がってます。シートはこのようになってます。ジャガードのような素材で、よく見るといろいろな色合いが混ざっています。生地感もいい感じで、これも温かみのある雰囲気になってます。運転席周りはこんな感じです。ここも明るめのベージュ、深めのダークブラウン、そしてここに白色、3色使われています。これもとっても温かみのある雰囲気になってます。機能面は電動パーキングブレーキ、ブレーキオートホールドが新しくつきました。そしてシートヒーターも運転席、助手席どちらもついてます。収納もたくさんあります。ここにも荷物が載せれるのと、そしてドリンクホルダー、そして引き出し、ここにも収納することができます。では続いて後席のインテリアを見ていきましょう。マルチユースフラップ装備というのが今回新しくつきました。これのことですね。ここの角度を調整することができるんですが、一番上に持ってきてもらったら荷物の落下防止をすることができます。オットマンとしても使用することができ、ここの横のボタンを押しながらこれを引くと前に出てきます。実際に使ってみるとこんな感じです。すごいいいですね。これは車とは思えないような、すごい快適空間ですし、角度や長さも変えることができるんで超リラックスできます。おまけに独立タイプのアームレストがついているので、腕を置いてオットマン使用してすごいリラックスすることができます。これすごいアイディアですよね。考えた人めっちゃ天才やと思います。テーブルも2つついていて、ここの溝はタブレットを立てかけることができます。そして後部座席のここにも USB ポートがついていて充電可能です。はい、
いかがでしたでしょうか。軽自動車とは思えないほど便利な機能がたくさんつきました。よかったらこの動画参考にしてください。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。バイバーイ。